はい、どうも、キャッチです。なんかの文春オンラインでね、またこの江守氏が昭島家を持ち上げる記事を書いてましたね。象徴天皇制を担うというのはあくまでもね、天皇であって、私は兄を支える、助けることに徹するっていう言葉をね、紹介してましたけども、いろいろと矛盾がありましたね。まあ女性天皇を認める動きに関しても、愛子様を望む声があっても、女性皇族は結婚すると皇籍を離れるって形でね、そうだったから急に天皇になると言われてもって形で意味のわからないことを言ってましたけども、これに関してはね、実はこの天皇陛下が皇太子時代に重大な発言をしてるんですよね。まあそういった話題とかですね、男系男子派っていうのは終戦記念日とかに靖国神社に参拝したりとかしてね、まあ、天皇陛下にも靖国に参拝するように発言したりとかしていますけども、今回はね、そもそもこの終戦記念日がなんでこの8月15日になったのかって形でいう話題とかですね、それとまあ昭和天皇がどれだけまあ偉大だったのかって形でね、まあ、そういったことがわかる話題とかですね。あとまあエトセトラジャパンさんのブログに、まあ、このチャンネルの、ね、名前が使われてましたね。まあ、トンボの話題ですけども、あの赤トンボ先生のね、事件があった現場では、まあ、小学生とかも、まあ、トンボの研究とかされてたみたいですね。まあ、それで、まあ、悠仁さまに関しては、東京大学を目指すんだったら、やっぱりね、今年、まあ、何らかの賞を受賞するだろうということですけども、まあ、東京大学だからね、やっぱり、まあ、大きな賞を受賞するだろうということですけども、悠仁さまが賞をね、受賞するのは、どれだけね、ありえないことなのかって形のね、話題とかですね。それと、まあ、今年はね、天皇家のいい話題が増えるんじゃないかってことに関してもね、触れながらやっていこうと思います。愛子さまが新年の一般参賀にね、出席されましたね。親子3代揃うのは上皇様、天皇陛下と愛子さまの初出席で、昭和以来35年ぶりって形でね、あえてこの天皇陛下目線で親子3代って形で紹介されてましたね。上皇様目線で言うと、昭島家もね、含めたら親子3代並ぶことはありましたけども、やっぱりね、これはこの愛子さまを天皇へって形のね、動きに向かってるのかもわからないですね。まあ、つまりね、直系長子の3代が揃ったってことですね。数千万のティアラの新調を見送られた愛子様と、合格部署を含めるとね、44億円の費用をかけた昭島家ですからね。まあ、誰もね、昭島家に会いに来るお客さんなんていないのにね、無駄なお金ですよね。まあ、愛子様はね、やっぱりまあ品がありましたよね。まあ、ちなみにね、文春オンラインでは、またね、江守氏が昭島家を持ち上げる記事を書いていましたね。昭島家の本とかでもね、たくさんまあ広告を売ってもらって、印税が入ってきたからね、まあ、それはまあ持ち上げないとダメですよね。天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、その地位は日本国民の総意に基づくっていうことですけども、このまあ日本国民統合の象徴っていうのは、日本国民がバラバラにならずに仲良く一つにまとまっているシンボルが天皇だろうということですね。まあ、皇室はね、国の安定のために不可欠っていうことで、まあ、その鍵となるのが昭島家ってことでね、まあ、眞子さんの結婚で炎上したけども、嬉しいニュースとして、悠仁さまが筑波大附属高校へ入学をされたことだって形で書かれてましたけども、まあ、悠仁さまのね、高校入学もそもそも炎上してましたよね。悠仁さまの高校での部活に関しては、バドミントンに入部をして、上級生やコーチのアドバイスを受けながら、基礎体力づくりのトレーニングとか、バドミントンの基本ステップなどを練習しているようです。まあ、まだね、バドミントンにすらまあ触ってないのは伝わってきましたけども、バドミントンはね、一番まあ瞬発力とか反射神経とかが必要になってくるからね、まあ、ステップとかもね、すごいまあ重要だけども、やっぱりね、悠仁さまといえば、運動会でのね、ぶっちぎりのビリがありますよね。まあ、ちなみにね、昭島家は象徴天皇制を担うというのは、あくまでもね、天皇であって、私は兄を支える、助けることに徹するという言葉を紹介していましたけども、これまでね、邪魔しかしてないですよね。まあ、これまでね、昭島家が天皇陛下を支えている場面も一度も見たことがないですよね。むしろね、天皇陛下は昭島様に身の丈に合った儀式と出してね、言われたのに、まあ、お前はね、44億円も改修工事の費用をかけてということでね、呆れてると思いますけどね。まあ、それに眞子さんの結婚に関しても、結局はね、結婚は両性の合意だからと出して、憲法を持ち出して結婚を認めましたけども、まあ、それだったらね、憲法を持ち出して、まあ、次の天皇陛下は愛子様でいいのじゃないかって形でね、言ってもらいたいですよね。まあ、佳子様もね、ジェンダー平等の発言をしていますからね。まあ、ちなみにね、アイラでは愛子天皇待望論でもね、国民の声が届かないわけって形で記事が書かれてましたね。まあ、令和になってからね、よくまあ耳にするようになったのが愛子天皇待望論ってことですね。まあ、逆にね、令和になってから昭島家は敗着という声も増えたと思いますけどね。ネット上では愛子様が次の天皇陛下になってほしいという声はね、聡明さや品格を考えると昭島家へ皇統を移すのは疑問という声ですね。まあ、こういった声が上がる原因としては、皇族数の減少で女性皇族を残さないと公務が回らないという問題とね、今の時代になんでね、男性だけに天皇陛下が限られているのかと、日本国民の象徴である存在なのになんでね、女性天皇になれないのかってことですね。世論調査では女性天皇に賛成とか、どちらかといえば賛成という声は 85% あるようですね。まあ、特にね、愛子天皇へって形の声が高まる原因というのは昭島家の存在ということですね。まあ、眞子さんが、まあ、その国民に喧嘩を打ってね、海外に逃亡した問題ですね。まあ、それでね、昭島家はダメだから愛子天皇待望論に向かわしているのはあるでしょうってことですけども、まあ、悠仁さまへの批判に関してはね、やっぱりまあなかったことにしているようですね。まあ、一番の問題はね、悠仁さまが眞子さん関係なしにね、国民からまあ敬愛されていないことですね。
まあ、ちなみにね、小泉政権の時に女性天皇と女系天皇を認めるかね、議論していたけども、悠仁様の妊娠で認める方向までね、持っていけなかったのは、それだけね、大変なんだろうということですね。だからね、岸田首相も支持率が低いまま、人気にもね、票にもつながらないって形で思われているような、皇位継承の問題は一生懸命にならないだろうということですね。ただね、女性天皇を望む声が 85% あるんだったらね、人気につながると思うんですけどね。少なくともね、この問題に関しては支持率が 85% もらえるわけですからね。まあ、愛子様に限らずね、女性天皇を認める動きを取るんであれば、国会で国民の声をね、喚起するとか、そういった作業が必要ってことで、これまではね、女性皇族は結婚されたら皇室を離れていく存在ってことですね。だからまあ愛子様もね、皇室に残ってくださいとか、まあ、急にね、天皇陛下になってとか言われても大変だってことでね、書かれてましたね。ご本人の意思を確認しつつ、どうあるべきかのね、プランニングしていかなければいけないと思いますってことですね。ただまあそれを言うとね、秋篠様もまあ天皇陛下になるつもりがなかったわけだから、帝王学を受けてこなかったわけでね、悠仁様に関しては当然まあ天皇陛下になる可能性があったのに、何もね、やらずに、むしろこの盗作作文とか真逆の行動をとってきたわけですね。まあ、ちなみにね、天皇陛下は皇太子時代の2005年に愛子様の子育てについて、どのような形に将来なるにしても一人の人間として立派に育ててほしいと願っておりますって形で答えてるわけですね。まあ、つまりね、天皇陛下になることも考えて育ててこられたわけですね。まあ、愛子様が急にね、天皇陛下になってとね、言われてもということで書いてますけども、この記事はね、壮大なブームなんですね。まあ、なぜならね、養子の案に関しても、とても功績を出した宮家の人も、一般人と生活をしてきたのに、皇族に戻る気なんて、とても考えずに育てられてきたわけだからね、それこそまあ功績復帰はありえないわけですね。まあ、そう考えるとね、この人の考えではね、旧皇族の功績復帰は選択肢にないわけだから、悠仁様が男女を産まなければ、皇室は終わりにしようって形のね、考え方なわけで、単なるまあ皇室を潰そうって形で考えてるだけなわけですね。まあ、こういったね、男系男子の考え方をする人っていうのはね、天皇陛下に靖国へ参拝しろとか言ってる人とかが多いんですけども、そもそもね、なんでこの天皇陛下が靖国を参拝しなくなったのかを語る上でね、終戦記念日を知っておいた方がいいと思うんですよね。まあ、ちなみにね、なんでこの終戦記念日が8月15日かっていうことで、まあ、この日はね、戦没者を追悼して平和を記念する日なんですけども、今はね、ロシアとウクライナの戦争がね、世界を巻き込んで第3次世界大戦って形で言われてますけども、第2次世界大戦の終戦を記念する特別な日なわけですね。まあ、それがね、なんでこの8月15日なのかってことですね。これはまあポツダム宣言を受け入れて、戦争終結の意思を正式にね、戦争相手である連合国側に伝えたのは1945年の8月14日です。まあ、これはね、昭和天皇の詔書にもその日になってますね。ただまあ軍隊を指揮する最高機関が全ての日本軍に戦闘をね、やめるように指示を出したのは8月16日なわけですね。まあ、ちなみにね、歴史学上は水売号艦上で降伏文書への調印が行われたのが9月2日だからね、この日が終戦の日って形のね、意見の方が一般的なようです。まあ、それでね、国際法上はサンフランシスコ条約がね、1952年の4月28日に発効されたんで、まあ、その日がね、戦争が最終的に終結をしたってことになってるわけですね。まあ、だからどれもね、8月15日ではないわけですね。まあ、それじゃあなんでね、8月15日が終戦記念日になったのかってことですけども、これはね、昭和天皇が玉音放送でラジオを通してね、国民に呼びかけた日なわけですね。まあ、この終戦記念日っていうのは1963年以降ね、毎年この8月15日に天皇陛下がお出ましを仰いで行われてきたようですね。1982年には閣議決定で戦没者を追悼して平和を記念する日を8月15日と形で決めたようです。まあ、この天皇陛下がね、直接まあラジオで正式に発表されるということはね、異例中の異例の出来事なわけですね。まあ、なんでね、この昭和天皇がこのような発表をしなければいけなかったのかっていうことで、まあ、この直前にね、広島と長崎に原爆を落とされた時だったわけですね。まあ、この時はね、日本はこの攻め込まれていて完全にやられてましたけども、戦争継続を望む声も根強くあったようですね。ポツダム宣言の受諾をめぐる会議でもね、賛成と反対が結構まあ拮抗してたようです。だからまあなかなかね、単純にこの多数決とかで決められないような状況だったわけですね。だからまあこのままではね、戦争継続を望む陸軍がこのままはクーデターを起こしていたら、またね、戦争終結の機会を失ってたわけですね。だからまあ昭和天皇にもね、責任が及ぶかもしれない危険な状況でしたけども、それがね、できるのも天皇陛下しかいないっていうことでね、あの玉音放送につながったわけですね。まあ、日本はね、今でもこの君主国としてあるわけですけども、敗戦国っていうのはね、君主制は滅んでいってるわけですね。第一次世界大戦ではドイツやオーストラリアが敗戦してね、第二次世界大戦ではね、イタリアやユーゴスラビアやハンガリーにルーマニアやブルガリアが敗戦しましたけども、君主制も滅んでます。まあ、それでもね、天皇陛下に敗戦の決断をお願いしたわけですね。昭和天皇が自分がね、どうなろうが、すべての国民の生命を助けたいと言ってね、ポツダム宣言の受諾による終戦の詔書を読み上げたわけですね。まあ、これがね、本当にこの天皇陛下のご決断なのかどうかがね、政府の発表ではわからないんで、直接まあ天皇陛下がこのご自身の言葉で玉音放送を通じてね、国民に呼びかけたわけですね。
昭和天皇はね、イギリスとアメリカに騙されて戦争に引きずり込まれてね、戦争をやらされたってことで、二度とまあ戦争をしないって形で誓ったわけですね。ただまあそれをね、アメリカの言いなりの安倍晋三が日本を戦争のできる国にしようって形で憲法改正を進めてきたわけですね。まあそれでね、戦争の時に何かあったらね、天皇陛下が責任を取ってねって形で国家元首を天皇陛下にしようとしてるわけですね。まあ、だからね、終戦の日の式典でも上皇ご夫妻は安倍晋三を睨みつけてたわけですね。安倍首相は2014年の終戦の日に永久戦犯で処刑された元日本軍人の追悼法要に自民党の総裁名で追悼メッセージを送ってます。これはね、処刑された全員を昭和殉職者として慰霊する法要で、安倍首相はね、その戦犯たちを自らの魂を人として祖国の礎に習いだって形で称賛してるわけですね。永久戦犯を叩いてしまったわけですね。まあ、この安倍晋三の発表を受けて2ヶ月後のね、10月の美智子様の誕生日に文書で、来年戦後70年を迎えるお気持ちについて、私は今も終戦後のある日ラジオを通して永久戦犯に対する判決の言い渡しを聞いた時の強い恐怖を忘れることができませんって形で答えています。美智子様はまだね、中学生で、その時の感情は戦犯個人個人への憎しみ等であろうはずはなく、おそらくは国と国民という個人を超えたところのものに、ね、責任を負う立場であるということに対する身の震うような恐れだったものだと思いますと形で答えています。まあ、戦争はね、二度とましたくないっていう考え方は昭和天皇からね、引き継いでるわけですね。昭和天皇は世界の流れに逆らうことをしてはいけないという形の考えでね、国際社会を敵に回してはいけないという形で思ったからね、永久戦犯の犯罪者たちが靖国神社に行為されたからはね、靖国に行かないという形で発言したわけですね。まあ、首相がね、靖国神社に行って中国や韓国からね、反感を買っているように思いますけども、海外からもね、批判されていて、カルト・オブ・靖国という形で呼ばれているわけですね。2006年の富田メモでもそのことが書かれています。さらにね、昭和天皇実力っていう書物にも資料として180回も引用して、資料としての価値をね、高めてるわけですね。ただまあ安倍晋三とかね、安倍派閥の人っていうのは軍隊を指揮していた側の立場での考えだから、永久戦犯で殺された人も、まあ、連合国に理不尽にね、処罰をされた人たちって形のね、考え方なわけですね。まあ、世界からはね、安倍晋三が靖国神社へ参拝しても、安倍さんだけがね、宗教に狂っているという形で、まあ、洗脳された首相として、歴史修正主義者の首相として、疑いの目でね、見られてたわけですね。ただまあ、海外からはね、日本のトップは天皇陛下で、天皇陛下がね、明確にこの靖国神社の参拝を否定してるからね、まあ、それでまあ、なんとかね、抑えてくれてるわけですね。日本は連合諸国に対してポツダム宣言を受諾して敗戦を受け入れて、これからはね、戦争秩序に従うから、まあ、中に入れてくださいという形で言ったわけですね。まあ、それからね、6年後にサンフランシスコ平和条約が締結されたわけですね。まあ、つまりね、これからこの仲良くしましょうじゃなくて、戦争終結条約っていうことで、もうね、戦争はしないということですね。まあ、それがね、アメリカにそそのかされて、またね、戦争ができる国にしようとして、日本が約束を破ってね、戦争できる国になってるぞって形になって、アメリカの代わりにね、代理戦争が勃発する可能性があるってことですね。まあ、ちなみにね、エトストレジャパンさんのブログに、まあ、このチャンネルのこともね、紹介されてましたね。あの例のね、トモロネタですね。NHK のダービンが来たでも、まあ、紹介したって話題ですけども、さらにね、詳しく書いてましたね。まあ、やっぱりね、悠仁様が東京大学を目指すんだったらね、まあ、今年のうちに何かね、推薦で行ける賞とかをね、受賞しないといけないですけども、そんな中ね、やっぱりまあ賞を取るとしたらトンボだろうってことで、まあ、秋篠様がこの間ね、出席をした日本学生科学賞を受賞するんじゃないかってことですね。まあ、あのね、赤トンボ先生の教え子殺人事件があってから、これまでね、そこの地区で行われていた小学校のトンボの調査とかも中止になったみたいですね。まあ、トンボの標本調査っていうことでね、マーキングをして来年ね、戻ってくるかなとか、まあ、そういった調査とかをしてたようですけども、まあ、赤トンボ先生とね、まあ、その教え子でね、トンボの発見をした生徒の事件がありましたからね。まあ、それまではね、勝山の地方紙とかにも、トンボの研究のことが書かれたりとかね、してたみたいですけども、実はね、この小学校の研究も、赤トンボ先生の研究結果もね、この小学校のね、活動をパクってる可能性が高いようですね。まあ、殺人とかでもね、問題だし、トンボの研究の盗作に関わった可能性もあるね。赤トンボ先生が被災者の賞受賞とかにね、関わるんだったら、さすがにね、やばいだろうってことですね。まあ、さらにね、僕の取り上げたダーウィンが来たの薄履きトンボについてもね、深掘りネタを書いてましたね。まあ、ダーウィンが来たで薄履きトンボの調査の呼びかけに関してはね、まあ、通常の場所での応募ではなくて、見つかりにくい政策裏話の場所で募集してたみたいですね。まあ、他の研究はね、概要からまあ募集してるのに、まあ、大々的にね、募集っていうのは、まあ、都合がね、悪かったのかってことですね。まあ、ちなみにね、この間このブータン国王が受賞していたブループラネット賞に関しても、まあ、受賞する可能性があるかもとかして書かれてましたね。まあ、トンボの研究でね、賞を取る人たちってのは、まあ、本当にね、毎日このトンボばかりね、研究してないと、まあ、賞の受賞なんて絶対無理ですよね。まあ、被災者に関してはね、学校とかでも成績不振って形で報道されたりとかしてね、学力が足りてないって形で言われてるわけだからね、学力で東京大学を目指すんだったらね、トンボの研究に当てる時間なんて1日ね、5分も作れればいいところじゃないですかね。まあ、ちなみにね、文春オンラインとかでは雅子様のことも書かれてましたね。
イギリス訪問で安堵の涙っていう一部を紹介した記事ですけども、昨年はね養蚕の作業が予定された日に腰の痛みで欠席っていうことがね5月になりましたね。ただまあその翌日にね愛子さまと天皇陛下も姿を見せられてね3人で作業されたわけですね。まあ、天皇家はね一緒にまあ会計職とかも見られたエピソードとか一緒にねジョギングの報道とかもあったりとかして仲が良さそうですよね。まあ、ちなみにねテニスとかも3人でされたりとか職員も交えてねバレーボールとかもすることもあるようですね。なんか天皇家はね職員とかも楽しそうでいいですね。まあ、逆にね牧島家に配属されるぐらいになったら辞めますっていうね職員とかもいるようですからね。まあ、愛子様に関してもね関われていて犬や猫に関しては知ってましたけども亀も飼われてたんですね。まあ、ちょっとね亀は意外でしたよね。亀って結構ね臭いですからね。あまりまあ女の子は飼えませんからね。まあ、ちなみにね雅子様のイギリスの国葬に関しても出発までね体調が整わない場合は欠席の可能性もあったようでね結構まあギリギリの決断だったみたいですね。ただまあイギリスの国葬が地震にもつながって体調の回復につながったようですね。新年一般参賀でもね雅子様は6回ともね宮殿ベランダに立たれてたしね、まあ、これからね明るい時代が来るといいですね。まあ、これからね愛子様の公務もそうだし雅子様の海外訪問とかもね期待できるかもわからないですね。まあ、そしてね逆にこの牧島家に関してはこれからね国民に敬愛されることもまずないだろうし、どんどんね過去の不正に関しても現在進行形の不正に関してもバレてほしいですね。そしてまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、まあ、他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらねコメントをお願いします。まあ、そして良ければねチャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。